です。続いての特捜はこちらです。失業者300万人時代、サラリーマンが万が一のために払ってきた雇用保険料が今なお食い潰されている。6月、我々の保険料1兆円を費やして全国に建てられた労働者のための住宅に保険料を払っていない公務員が数多く入居している実態を追及した。保険料455億円を使い赤字経営で破綻した超豪華リゾート施設、今なお毎年20億円の保険料が湯水のごとく使われている私の仕事館。巨額な保険料を投入した2000近い施設はただ同然で叩き売りされた。さらに厚生労働省傘下の特殊法人はなんと我々の保険料で金のバッジを作り職員に配っていた。ところが世間の逆風が吹くと非難を恐れバッジを慌てて回収、今度は金の延べ板に変えて売ろうとした。しかしこれらの無駄遣いは氷山の一角に過ぎない。年金の無駄遣い、雇用保険料の無駄遣いが調べていくと結局は天下り、この問題に行き着くと。無駄遣いの根源、それは天下り。今国民の保険料を貪る天下り組織の実態が次々と明らかにされる。今回我々は天下りの巣窟を記したともいえるある政府資料を入手。ついに天下り帝国のドンと呼ばれる元官僚の姿を捉えた。清水会長、すいません。我々が入手した政府資料、その中には関連の財団法人や社団法人などがずらりと並ぶ。その数44団体。雇用開発センター、雇用情報センター、産業雇用安定センターや日本職業協会、日本人材派遣協会など実に似た名前が多い。これらは全て厚生労働省から補助金や委託費をもらっている外郭団体だ。平成15年度、これらの団体に流れた金は総額2697億円にも上る。その金はサラリーマンや事業主が毎月納めている雇用保険料だ。我々はリストにある団体のパンフレットや広報資料を一つ一つ集めた。そして一体どんな団体なのか一つ一つ訪ねていった。あ、住所はこの辺りですね。あ、ちょうどこのビルですね。ここに団体が入ってるようですけども、見た感じ特に看板はありませんね。ある団体は居酒屋も雑居する6階建てのビルにあった。入り口奥によく見ると小さな看板、全国求人情報協会。そしてそこからわずか1キロ先には、ああ、またこんなとこにも外郭団体ありますね。名前が全国民営職業紹介事業協会って、ちょっと下噛みそうな名前ですけどね。さらにビル一つ挟んだ先にもリストに載っていた別の外郭団体があった。名前は雇用情報センター。ところが同じ都内にこの雇用情報センターと名前がよく似ている外郭団体が存在した。その名は雇用開発センター。どんな団体なのか近所の人に聞いた。何やってるとこですか、この雇用開発センターって。何をやってるとかもちょっとわかんないんですけど。職員さん何人ぐらいですか。中に何人いらっしゃるとかちょっとわかんない。この団体に電話で聞いてみた。はい、雇用センターです。ちょっとお尋ねしたいんですけれども、はい、そちらのセンターさんは具体的に何をされてるんですか。調査研究機関なので。あ、何の調査研究をしてるんですか。いろいろですが、障害者とか、なんかその年によってのいろんなテーマに沿ってやってますけど。よく似た名前の雇用情報センターにも聞いた。あ、
うちの方はですね、調査研究っていうのが主になるんですけれども、リストにあった団体のパンフレットを見ると、業務内容に調査研究とあるものが多い。国民の保険料が補助金や委託費の形で流れているこれらの団体が実際にどんな調査研究をしているのか、我々はその一つ、都内にある財団へ向かった。あ、見えてきた。あ、これだ、産業安定センター。あ、そう、これだこれだ。この財団は失業なき労働移動のサポーターと称して、転職者への情報提供や就職紹介をしているという。我々はこの財団の前でしばらく様子を伺った。夕方5時過ぎ、ビルから一斉に出てくる年配の男性たち。実は彼らはこの財団の職員だった。調べると職員91人中、厚生労働省の OB は54人、なんと職員の6割が天下りだった。5時半を回った財団のフロアに職員の姿は一人もいない。すでに清掃が始まっていた。この財団には国から補助金が年間35億5000万円出ている。この金は我々の保険料だ。その事業内容を見ると、従業員過不足実態調査と書かれている。調査報告書の中身は企業や職種ごとに労働力が足りているかどうかを調べたものだ。この調査に我々の保険料は一体いくら使われているのか、財団に聞いた。この全体のこの事業にいくらかかったかというような、そういうお問い合わせでしょうか。2990万円約ですが、かかっております。こちらでの実務がありますよね。それのトータルのこの調査の実態調査の経費が2990万円、はい、全体で、で全体で2900万かかったうち1600万を、が雇用問題さんに請け負ってもらっていると。金をもらって調査研究をしていると言いながら、実は別の団体に仕事をやらせていたのだ。それを請け負った雇用問題さんとはどんな会社なのか。調べると雇用問題研究会という社団法人だった。ここも厚生労働省傘下の外郭団体、つまり身内の組織だった。我々はこの社団法人に業務委託の実態を聞いた。従業員過不足実態調査という報告書っていうのはこちらでされたんですかね。そうです、はい、私どもですね、はい、実際その報告書の作成までその、委託を受けてですよね、はい、ということは、まあ、民間の普通の発想で言えばそれは丸投げって普通に言いますが、そうですね、うん、驚いたことに調査報告書の作成は他の組織に丸投げされていた。このような例は他にもあるのか、民間調査機関の研究者は言う。まずね、その国を絡んでる財団法人みたいなところが自分たちでやるってことはほとんどないんですよ。だから基本的には丸投げなんですよ。実際の一番最後に本当に実践やったところが安いお金で収まってると思うんですけども、その間のお金を途中の丸投げしてるところは取ってるって構図になってるんですよね。財団法人産業雇用安定センターはこの調査報告書を作るために国から2990万円をもらった。しかし実際は1600万円で身内である外郭団体に丸投げしていた。残りの金1390万円はどうなったのか。そんな中、番組に一通のメールが届いた。それはリストに名を連ねている財団の元職員からの内部告発だった。
外郭団体に調査費としてお金が支給されますが、幹部の接待用として使用していました。なんと保険料財源から出ている調査研究費で財団の幹部が飲み食いしていたというのだ。一体どういうことなのか、我々はメールの主に会い直接話を聞くことができた。そこで飛び出した衝撃的な事実とは。臨達門の腹一つで使えるお金ということですな。厚生労働省傘下の財団法人による許されざる無駄遣い、財団の元職員は告発する。調査研究というものもありましてね、でその調査研究の予算が労働省から来るわけですけども、ところが実態は出た予算の3割ぐらいを調査会社にテーマを決めて調査させて、であと余ったものは交際費に使うとか管理局でいっぱい飲むという費用もそこから出てましたよ。要するに表面に出てないお金ですからね、理事長とか上に立つ者の腹一つで使えるお金ということですな。もうどこのね、財団法人でも、もう調査費はねうちと同じような使い方ですよということは言ってましたね。だからやっぱり本来の目的より、あ、幕張だけを一生懸命みんな作ってんだなという感じがしましたよ。調査研究と言いながら、実際は安い値段で身内の団体に仕事を丸投げ、残りの金を天下りの役員たちが流用していたという。天下りの官僚たちが甘い汁を吸う構図。我々が入手した政府資料にはさらに驚くべき事実が記されていた。その中にはなんと役員全員が天下りという財団もあった。その名は日本職業協会。職員はたった3人だが、役員は17人もおり、その全員が厚生労働省からの天下りだった。しかも事務次官経験者が5人もいる。財団の目的は雇用に関する調査研究とある。一体職員3人でどんな調査研究ができるというのか、この財団を訪ねてみた。これだね、これこのビルだな。5階だから、あのカーテン閉まってますね。日本職業協会、あそこの5階だと思いますね。都心の一等地にあるビルに間借りした財団、夜の7時過ぎにはすでにカーテンが閉まっていた。この財団が国から依頼を受けて作った調査報告書を入手した。雇用保険制度や各種の給付金について、中小企業の従業員たちがどれほど知っているのか、アンケート調査を行ったものだ。この調査の報告書はどのように役立てられているのか、発注元の厚生労働省に聞いた。企画立案のためにきちんとその報告書も活用してますから、結局その18年度要求につなげていくようなその施策についても、まあ、活用してるってことですよね。しかしこの報告書を見た民間調査機関の研究者は言う、これはこの保険に関して支給受けたとか受けてないとか知ってるとか知らないとかっていうことを書いてるんですけど、何のノウハウもここには必要とされてなくて、おそらく学生でもできるレベルの単純質問と単純集計だけですから、もともと分析もしてないし、民間の調査会社がこれを作ったらですね、今の仕事は取れなくなるでしょうね。まあ、正直まで言ったら梅か梅以下っていうことになるでしょうね。国が来年度の予算要求にも活用しているというこの報告書を、専門家は学生でもできる程度のものだと切り捨てた。さらに労働政策に詳しい国会議員は、
調査データの信憑性にも疑問があると指摘した。このデータが雇用政策あるいは雇用保険の制度を考える上での基礎資料にはなり得ないと思います。偏ったアンケート対象者にアンケート郵送してしかも回収率が2割にも満たないと、まあ、これではやはり科学的に政策の基礎資料になるとは言えないんじゃないかと思います。このアンケートは全国の中小企業の従業員9000人を対象に行っているという。だが回答率はたった 19.4% しかなかった。これで国の政策に関わる調査だというのか。専門家も呆れた中身の貧弱なこの一冊の調査報告書、なんと2400万円以上もの雇用保険料が使われていた。製本代だけで100万円以上かかっているという。厚生労働省の回答によると印刷部数200部で作成単価は1冊5000円となっている。実際にはどれくらいでできるのか民間業者に見積もってもらった。この表は臨時面が、だいぶ粗い、ものになっておりますんで、実際に、調査されたアンケート用紙をそのまま複写してここにはめ込んでいると思います。さほど手間のかかる、お仕事ではないと思います。業者の出した見積もりでは1冊あたり3000円、財団の製本コストより2000円も安かった。そもそも職員がたった3人で天下りの役員が17人もいる団体がこのような調査をしていること自体に疑問が残る。そこでこの財団にインタビュー取材を申し込んだ。しかしカメラによる取材は拒否。そこで我々はこの財団を知る旧労働省 OB からその実態を聞いた。結局ね、職業協会が協会の OB がでしょ。だからもう年寄りばっかりですよ。財団法人日本職業協会とは実は厚生労働省の OB 会組織だという。この財団の主な仕事は OB の叙勲者や80歳になった人の祝い事、また年に何度も開かれる親睦会を取り仕切ることだった。事実上 OB 会の運営組織であるこの団体に国民の雇用保険料が調査研究の名目でなんと年間2904万円も流れていたのだ。なぜ公務員の OB 会のために我々の保険料が使われなければならないのか。保険料の無駄遣いを追求し続ける国会議員は言う。本来は業務が必要だからその組織があってですね、人がいるわけですけども、もう人がいるんだからこれどうやって壊そうかと。だから雇用保険っていうのは天下りのための雇用保険になっちゃってると。国民の保険料を使って築き上げられた恐るべき天下り帝国、その象徴とも言うべき人物がいる。国会でも名指しで責任を追及された。当時の職安局長が清水蔦夫さんという方であると。旧労働省の大物官僚清水蔦夫、彼が行ってきたこととは。保険料455億円を使ってあの超豪華施設スパウザ小田原を建設し、赤字運営の果てにわずか8億円で売却。その差額447億円の損失を出した。これを当時の年間の失業手当に換算すると実に5万人分を超える。廃止あるいはただ同然で叩き売りされた全国101カ所に上る施設、この建設を決めていたのも清水元事務次官だ。それだけではない。スパウザを上回る実に581億円を投入した巨大施設、私の仕事館、その用地買収も彼が決めた。
箱物を作れば作るほど官僚の天下り先が増える。そのために使われた金は全て国民の保険料だ。昭和34年旧労働省に入省、清水元事務次官は退職後3つの団体に天下った。それまでに手にした報酬は推定で7億円近くになる。今彼はどうしているのか。最後に天下った財団は去年3月に解散、表舞台から姿を消していた。我々は彼の行き先を調べ歩いた。しかし消息はつかめない。厚生労働省にも聞いてみた。 FSB 吉信興財団 の元の理事長で清水、ああ清水さん、はい、清水さんの行ったところですか。はい、そうですね、清水さんの行ったところはここでは即答できないんですよね。わかんないんですよね。厚生労働省はなぜか教えたがらなかった。ようやく我々は彼の自宅を探し出した。あ、出てきた。あれそうじゃないかな。巨額な国民の雇用保険料を無駄遣いした責任者、旧労働省のドンと呼ばれる元官僚を我々は追った。はい、あ、出てきた。あれそうじゃないかな。午前9時半を過ぎた頃、自宅を出た。どこかに出勤するような様子だった。だが途中で姿を見失ってしまった。後日再び彼を追った。地下鉄を降り、あるビルへと入っていく。このビルの看板にあった財団法人の登記簿を調べた。すると清水元事務次官の名前があった。彼が理事を務める財団法人は労災年金受給者に対する相談や広報をしているという。労災保険から年間21億円の委託費が出ている。これ今会長さんどなたですか。清水スカオです。今年68歳になった清水元事務次官はつい最近この財団の会長に就任したばかりだった。報酬は週2日の非常勤で月額41万6千円とある。4つ目の天下り先である財団に彼が会長についた経緯を聞いた。一般的な意味で、過去のいろいろな経歴なりのなりということで、なっていただいたということなんですが、その経歴の何を期待して、一番はやっぱり、行政 の OB なり、それからそれ以降のいろいろな経験があるんでということですけれども、特にこれだからということではないんですが。これまで巨額な国民の保険料を使い、無駄な箱物事業を繰り返しては赤字を垂れ流し続けてきた清水元事務次官、その責任はおろか、今では4つ目の天下り先で1日あたり5万円を超える報酬を得ている。我々は彼にインタビュー取材を再三申し込んだが、その度に断られた。彼が大きく関わっていた箱物事業、国民の大切な保険料4400億円以上が投入され、損失は4200億円を超える。その責任をどう考えるのか。我々は財団に出勤してくる彼を直撃した。清水会長、すいません、日本テレビなんですけども、再三の取材をお願いしてます、問いたと申しますが、疑問でございます。一点だけお聞きしたいんですけども、雇用保険財源のですね、損失の責任についてどう考えかということを一点お聞きしたいんですが。スパウザはじめですね、いろいろ建設された決裁もされている責任が合わようと思うんですが、どう考えか、それだけ一点お聞きしたいんですが。
損失っていうような性格のものではないと思いますね、はいはい、損失とかっていう性格のものではない、あ、損失ではないと、はいはい、あれ損失じゃないんですか、はい、損失とかいう性格のものじゃないです。で、責任というものは当然お感じになってない？全てのことについてはもちろん責任は感じます。全て、はい、っていうのはどういう意味でしょう？職責については全部責任です。それは損失じゃないんですか？というような性格のものじゃないと思います。あの3億円以上あの報酬ご自身も得られてるわけですけど、国民に対して何かあのおっしゃることありませんか？国民に莫大な損害を与えた保険料の無駄遣い。しかしその最大の責任者はあれは損失ではないと言い切りオフィスへ消えていった。なんだ責任を問われることなく、なぜこんな天下りが許されるのか。そりゃ田んぼの人事サイドが清水さんのどっかポストはないかなと、なるべくお金が高いところ高く出せるようなところ、長年のまあ功績、社会から見たら、損失ですけども、週2回、月に8回か9回って40万以上のある週のところですよ。そこに本省の了解なしに人を送り込むなんていうことは絶対できないです。絶対やらせないです。きっちりコントロールしてるんです。官僚の天下りは本省がコントロールし組織的に行われているという。この実態について厚生労働省はどう答えるのか。いや、あのこちらとしてもそのカメラに出て喋るっていうことが必ずしもその正確にその視聴者の方に伝わらないっていうふうには思うんですけども。あ、だったら何の説明もできないじゃないですか。今時カメラの前で説明できないっていうことはそんなことなんですか。あのカメラ取材受けていただけない理由は何ですか。受けられない理由ですか。特にあのこれっていうのもないんですけれども、理由なくて受けていただけないっていうのは納得できないんですけど。結局厚生労働省は明確な理由を示さないままカメラによる取材を拒否し続けている。去年厚生労働省所管の財団などに役員として天下っている OB の数は655人を数えた。もうふざけてますよね。本当にみんなが一生懸命払い続けてる保険料何だと思ってるんでしょうかね。え、障害賃金7億円週2回、異常勤で月に41万何なんですか。これは厚生労働省もちゃんと答えるべきですよね。ね、あの国民の雇用はともかく OB の雇用は非常によく面倒を見ている集団ですね。ちょっとこれご覧ください。あの最近3年間にあの雇用保険料が流れた法人のリストです。こんなにあんの。これ政府資料そのまま書いちゃったらこんなになっちゃいましたけど、これずっと見て見ていくだけでちょっと疑問持つんですが、例えばですね、ここの雇用開発センター、雇用情報センター、産業雇用安定センター、何が違うんですか。民間だったら絶対まとめられますよ。これもですね、シルバー人材センター、高年齢者雇用開発協会と。萩原さん、これなんか無理やり別々にするために名前入れ替えましたみたいな感じになってますよね。使ってるあの感じ大体同じなの。でこれらの法人に、まあ、流れた保険料の総額というのがですね、これご覧ください、2697億円、うん、この数字っていうのはどういうことかっていうと、あの今年の4月にあの雇用保険料が値上げしましたけども、はいはい、サラリーマンの負担増だけで年間、1500億円です。無駄を削れば雇用保険料なんて上げなくて済むはずですよ。これこれだけ払わなきゃこんだけお金あるわけでしょ、うん、まあ単純に言うとそうなりますね。それほどの規模なんです。どれだけが役に立っているのか分かりませんが、川上さん、まあ、大体あの労働省もね、厚生省も元次官がみんな捕まったぐらいのインチキな役所が、それが2つ一緒になったからもっとインチキなことやってるんじゃないの。だけどね、今度の選挙でもって自民党あれだけ勝ったでしょ、はい、あの勝っただけでもって息にならないで、まさに郵政の改革だけじゃなくてこういうところの改革をしなきゃ話にならないですよね。まずね、国民がね払ってるもいろんなものをね無駄遣いをやめる。これも潰したって別に何もあれですよね。まあここにある全部とは言いません。あの必ず必要な財団ってあると思うんですよ、団体も。でもそのふりをして紛れているのがずるいんですよね。まあ必要なのはどれぐらいありますかね。あのおそらくまあ数個でしょう。ちなみにこの中の8割に、8割の団体にあの天下りが
います。天下り自分たちで作っちゃうんだよ、ね。天下りってやめられないの？禁止できないの？ですから全面禁止、あるいはだからもうこの、補助金をカットするとか、そうすれば必要なものだけ残るということになると思うんですが。ですね、このシステムを何とかすることこそ改革ですね。まあ、改革の本番でしょう。そしてこの件に関してメールをいただいているんですがご紹介しましょう。私は都内で事務所の仲介をしている不動産会社勤務の者ですが、存在意味のわからない財団が多すぎます。浜松町にある財団なんかは1日に利用者が1人来るか来ないかという状態なのに150坪で50人くらい雇っている。坪当たり1万5000円の事務所も借りて、これらを無駄な財団を真っ先に潰さない限り増税なんかする必要がないということになります。この後は今日皆さんから届いたばかりの声をご紹介いたします。行方に怒りの声が届いています。私の主人は69歳です。67歳で定年となり社会保険を受給することとなった時に、なんと42年も納め続けた雇用保険は年金とダブるため雇用保険は0円でした。2年前の制度改正のためということでした。テレビを見ていて非常に腹立たしくなりました。役人の天下りの亡くなるために老人たちから吸い上げているなんて政治はどうなっているんでしょうかという声があります。私たちが支払っている雇用保険を使ってしまうなんて怒りを通り越して呆れてしまいました。その他にも税金とかも使ってしまっているし、税金保険料などみんな大変な思いをして払っているのにもう支払いたくないって思います。最悪最低、国から詐欺にあったみたいですね。そして性感染症に関するメール、17歳のフリーターの方です。過去に2回性感染症にかかり今も治療中です。1回目は手術を勧められましたが金銭的なこともあり通院して薬を塗り続けました。焼けるようなあの痛み忘れません。確かにコンドームをつけないで性感染症が発覚するたびに泣きました。自分が情けなくなりました。たった一度の性感染症で不妊症になってしまう場合もあるので今はコンドームの着用を心がけています。男女とも相手を思い合うことが大切だと思います。性教育については文部科学省の言い訳にはほとほと呆れるばかりです。正しい知識を教えて教育につなげるべき、必要な人が必要に応じてどこかで教えてもらうってどういうことですか。どこで教えてもらうのですか。今起きている現状を自分の身内に置き換えてもそんな悠長なことが言えますかと。やっぱりこう何か官庁と一般社会の意識のズレを感じますね。しかしね、この番組は本当に真面目ないい番組だけど今日みたいなやつだと頭にきてどうも健康に良くないですよ。いや健康体操もいたしました。次回は10月15日の放送です。それではまた来月お目にかかります。